ネルへようこそ。ご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。私たち終わり名古屋かちんなったい、略して名古ちんのあやです。まさです。あやちゃん、じゃじゃん、なんと実はお便りが届いちゃったんです。パル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 。あやさん、まささん、こんにちは。シフォンケーキの動画楽しく見せていただきました。ふざけた服装でチャラい感じで、てっきりチンドン屋がシフォンケーキを作ってみました的なものかと思いきや、はい、意外としっかり細かい説明までしていてびっくりでした。ところで、はい、いつもマサさんが無駄に大量に作りすぎるらしい卵サンドの作り方を見てみたいので、はい、あれね、ぜひとも紹介してほしいです。なるほど。ペンネーム愛知県のあやさん、大好きさんからです。って、私じゃん。よー、覚えたい。自分で書いたんだい。はい、ファンデーター待ってます。今日は卵サンドを作りたいと思います。今日は何をポイントにしようかな。早技、神技、無駄技ちょっと無駄だ。大量の卵サンドを作りたいと思います。イエーイ。まずは材料の説明からいきます。無駄に多いんで、まず食パン、これ2斤分1本です。卵 L 大きめ10個、あとブラックペッパー、塩、マヨネーズ、酢。材料はこんな感じです。で、使う道具ですね。道具はボウル、卵切り、あとヘラと包丁。ちょっと刃物なんで危ないんで。はい、じゃあまずはお鍋にたっぷりお湯を沸かします。もう沸騰してますね。グラグラいってますね。沸騰してる中にいきなり冷蔵庫から出したすぐの冷たい卵を入れるんですよ。あの、水から茹でるとかね、言うんですけど、これあの、むきやすくなるコツ、温度の急激な変化でちょっと卵がびっくりして、むきやすくなるんで、冷たい、うん、冷たいっていうかね、ちょっと卵の事情がちょっとね、ひびがまあちょっとこんな時もあるんで、ちょっと卵の事情がで、これあの、入れたらもう10分、うん、10分測りまーす、うん、いいでしょこの砂時計で、うん、まず卵は、ゆで卵10分ぐらいでちょうどいいぐらいかなあんまり打つで、最初ちょっと転がすとあの綺麗に丸になるんだけど、卵サンドでもう潰しちゃうんで、これはなしでも大丈夫です。綺麗に盛り付けたい時とかは転がしてると綺麗な丸にゆだります。蓋閉めないですか？蓋閉めないです。はい、そのうちグラグラくるんで、蓋閉めちゃうとボコボコしちゃいます。なるほど。じゃあその茹でてる間にパンを切りたいと思います。はい、パン、これね、あのパン屋さんとか切ってくれると思うんですけど、ちょっと私は薄めが好きなんで、薄めで切るのはパン屋さんあんまりやってくれなかったりするんで、こっちからの方がいいかな。じゃあ、あやちゃん、今日はあの時計が、はい、ピピピって鳴らないんで、砂が落ちるのを見てる。卵の方を巻いてね、ちゃんと。うん、卵の方を見とってもらおうかな。はい、じゃあ食パンの切り方ですが、ポイントは包丁をよく研いでよく切れる状態にしておくことです。で、あのパン切り包丁じゃなくて普通のこういう包丁で十分切れるんですけど、力を入れずにゆっくり、あのノコギリで切るようにキコ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 して、ちょっと私薄すぎるのよねで、これをどうしようかな。サンドイッチってよく10枚スライスとかだったりするんですけど、うん、今日は11枚11枚で、私22枚に切っちゃおうかな
このアップでこの薄く切る、うん、何でもないこの何ミリぐらいとかこれ何ミリぐらい缶7、8ミリぐらいとか、これパン屋さん の, あのパンの型のサイズによって、うんね、ちょっと大きめの型とか、だいたい今のパン屋さんってこれぐらいの型は多いけど、普通にあのスーパーで売ってるね、うん、有名ブランドの食パンだともうちょっと型のサイズ大きいから、うーん、ちょっとまた何ミリって言っても枚数で、ね、うん、厚さ変わってくると思うんですけど、うん、で今ね、あの普通にスーパーだとサンドイッチ用で耳の切ってあるのがパックで売ってるのとかもあるけど、うん、私はあの自分で切りたいだけで、あれ耳もったいない、耳食べたいよね。そうそう、耳美味しいよね、耳噛みしめるとね、うん、このなんだっけ、今ほらよく食べ物を食べてるさ、あの、うん、噛んでる音だけのさ、はいはいはい、ああいうのを聞いたりとかさ、うん、なんかあるじゃん。ちょっとこれも私がこのパンを切るだけの動画そこで何に癒されるの的な、そんな刃物持って物騒な謎ですねそうそう、無駄知識でもね、これ普通の包丁意外とこうやって綺麗に切れてるでしょ、うん、すごい、まあ、慣れもあるんだけど、うん、全然ボソボソも出てないし、すごいね、まあ、ちゃんとね、研いであるとやって、そしてなんか卵がボコボコいってるけど、うん、吹きこぼれは大丈夫かしら、黄身がだいぶ、いやないわ、白身がだいぶちょっとね、多分ね、あの冷蔵庫の奥の方に入れてあって冷えすぎてちょっとね、ひびが入ってたまあそんなこともね、お家だとね、いろんなハプニングもあるからね、ご愛嬌で、はい、さあ、何枚切れたかな、目標22枚で切ってるつもりなんだけど、うん、22枚で切れてるでしょうか。おー、数えるの、じゃあ数えてみて、マジで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、さあ、どうかな、何枚だった今、これで19、 19? あれ22枚じゃないな、今日20枚か、そしたら、うん、なんか耳抜いてたよね、ちょっと厚めに、うん、厚めにしたから今日20枚か、偶数だったら大丈夫だね、こっちにしようかな、いつもね、もうちょっと薄めで22枚にするけど、え、21になる、これで21、22になる、耳は、耳抜き、抜きでしょ、こっちの耳は、うん、もう一回切る、切らないよ、だったらこんで22、 22、あー倒れた、そんなこともあるよね。よし。じゃじゃん、切れました。これで、ちょっと最後、あんま間ね。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、あれ？おかしいね。そんなこともあるね。1枚あの試食用にできるから、はい、あれでは、では卵がまだ茹だらないので、はい、ちょっと待ちましょう、あ、もうすぐもうすぐもうすぐかな、もうすぐかな、3、2、1、2、あれ3、2、1、落ちたんで、これ流します。まずお水に、水につけて卵を冷やします。熱いこれさ、あのよくさ、熱いお湯いきなり流すとさ、ステルスボンってなるよね、あれなんでなるのあるあるだけど、あれなんて言う、知ってる、知らん、
わからんね。とりあえずね、これちょっと冷やして、ね、ちょっと割れちゃった白身が出てるけど、一回カメラ止めてもらう？はい。はい、じゃあ卵もう十分冷えたと思うんで、抜いていこうと思います。はい。卵の早むき。パフ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 。これお水をちょっとだけ残して、こんなぐらいでいいかな。で、蓋をして。いいっすか？いいっすか？もうこうやって豪快に振り回します。もうね、やることね、雑なの得意なの。ほら、見て見て見て、ほら、ちょっとね、1個だけ白い卵あったんだけど、茶色にしたのはちょっと今日は見やすくするためにちょっと見え張って高いの買ってきたんだけど、ほら、もうなんか振っただけでこんなにむけちゃってるんで、あとはもうこれちょっと丁寧に剥いていけば簡単でしょ。すごい。ちょっとガチャガチャしてごめんね。ほら、もうつるっと剥ける。ほら、早い。ほらね、綺麗に剥けるでしょ。で、卵はパックに書いてある賞味期限っていうのは生で美味しく食べれる期限で、で、火を通すなら、賞味期限切れてても少々大丈夫なんですよ。で、ゆで卵にするのはちょっと古いぐらいの方が、なんていうのかな、卵白のドロッとしてるのが、こう、わかりやすければ馴染むみたいな。で、ちょっと日にちの経ってる卵の方が剥きやすいし、ゆで卵にするならその方が味もいいって言われてるんで、今日は私はちょっと前もって早めに買っといた卵でやってます。なので、ほら、もう剥けました。もう剥けた、もう食べれる完成でーす。で、ちょっと平野レミさん風に。それちょっとうるさい。そんなわけで、もう卵むけちゃいました。早いです。10個があっという間にむけました。で、今度これを潰していきます。では、ここから卵切りを使って卵を潰していきます。早いですよ。で、なんかみかんの入ってるオレンジのネットに入れてこうブチューって潰したりとか、包丁で刻むとか、フォークで潰すとか、いろいろね、やり方あると思うんですけど、私はこの卵切りを使ってまず1回で向き縦横を変えます。そして今度上下変えて3回。で、これでこうやって1、2、3。黄色いのなんかちょっとこれ殻入ってるね。そうだ、うん、ついた。1、2、3。1、2。こうすると、うん、潰れすぎず、なんていうのかな、大きすぎず、うん、意外と程よい大きさに、うん、卵が白身も黄身も、まあ、黄身は混ぜてるとどっちみちね潰れちゃうけど、白身がちょうどいいぐらいな食感が残りって感じかな。あ、たまにこぼれちゃうこともありますね。で、ところでさ、ずっと気になってたんだけどさ、うちら今日なんか変な格好してるよね。一応今日ね、卵サンドだからね、ちんどん屋だからね。まさみちゃん、これ鶏でしょ。鶏って私のお母さん産んだ覚えあったかな。私が先。卵が先か鶏が先か、どっちかな。ひよこはお母さん。ひよこのお母さんが鶏。え、ひよこって鶏から生まれるの。え、おたまじゃくしがカエルとか、もういいわ。で、
で言ってる間に10個もう潰せました。はい、イエーイ、パフパフ。ね、案外なんか慣れればこれ早いんですよ。早いね、これ年季入ってるしね。年季入ってます、うん。もう食べれるの？まだだよ。はい、じゃあ卵味付けていきたいと思います。はい、調味料、塩、塩、これぐらいかな。胡椒、これブラックペッパー、私が好きなんでちょっと黒いつぶつぶ出るんですけど、たっぷり入れます。はい、うん、これもピンクソルト、別に何でもいいんだよ別に。はい、胡椒はブラックペッパー、これカルボナーラみたいだよね。、うん、カルボナーラの意味知ってる？またあとで説明しようか。はい、どうも。で、私ここにちょっと酢を入れるんだけど、酢の前にマヨネーズ入れようかな。マヨネーズが、今日どれぐらい使うかちょっとまだわかんないんで、まず、測ります。473g あります。はい、結構これ、ふんだんに、大胆に入れるんですけど、ちょっと混ぜてみて、これも混ぜるときも、ちょっと切る、混ぜる、でまたボール回しながらとか。あ、まだまだ全然ですね。でもマヨネーズそんなに使いたくないけど、ちょっとこれじゃあボソボソかなって感じなんで、ちょっと酢で伸ばすんですよ。で、米酢が味が濃いんで私は米酢を使います。で、こんな測ることなんかしないんだけど普段。大さじ1杯ぐらい入れちゃって多分大丈夫かな。はい、そうすると、あんまりマヨネーズいっぱい入れなくても結構ボソボソじゃなくなる。おー、ほんとだ、音が変わった。んで、あんまりボソボソだと喉に詰まる。ね、若いうちもいいけどね、ちょっと飲み込むのにね詰まってくるからね。そうなんだ。だよ。ちょっとあやちゃん味見してもらってもいいかしら。はい、くちばし開かないけど。くちばし開けてみて。あ、どう？塩気とか。うん。私が味見て何？辛い？もうちょっと。うん。喋って。なんだろう、美味しいけど私薄味が好きだから。ちょっとだった、薄い、薄い、まだ薄かった。じゃあもうちょっと塩かけます。結構ね、塩コショウもねふんだんに入れちゃっていいのよね。うん、味薄いかも、もう結構。どれぐらいって言っても、どれぐらいかはもう自分で味見しながら作るのが一番。酢はね結構効いてる感じがしました。酢はね、でパンに挟むからその分ちょっと辛かったかなぐらいな味付けの方が、そうだね、なるほど、ちょっと辛めでつけちゃっても問題ないんで、大丈夫だと思います。スプーン舐めちゃったね、ごめんね。こんな感じだね、名古屋はね、天丼屋さんだからね。まだちょっと薄いかな。うん、変わった。変わった？うん、おかしいと思うけどな。いい？じゃあ、あやちゃんの感じで。マヨネーズこれぐらいでいい？うん。じゃあ、マヨネーズは結局のところ、354だから、最初どんだけあったっけ？74。120g ぐらい、卵10個につき使いました。もうこの辺はお好みなんで、自分で味見をして、加減を見てください。はーい。はい。では、いよいよパンに挟んでいきたいと思います。はい、はい、じゃあパンに挟むので、まずパンを準備します。で、それを2枚持ちます。2枚持って、で、このヘラには卵の大きさ1個分ぐらい乗せて塗ります。ちょっともうちょっと待ってみる。
かな。でこれをそのまま1枚ひっくり返します。お並べます。これを延々繰り返します。ほらまたさ、あの延々手元だけを見る動画みたいなそんなやつに入ってで重ね2枚取る。卵1個分ぐらいの大きさをヘラで取る。で伸ばす。そして塗った方をひっくり返す。で重ねる。こんな風に。でもさ、お家でさこんな大量作ることないよね。だいたい一気にもやるって感じだよね。ね、そうだよね。だからパーティーとか。ね、今ちょっとなかなかそういう人の集まることできないけど、パーティーとかで、ね、お誕生日会とか集まるときに、うん、大体どれぐらいでどれぐらいの分量かなっていう目安に、うん、その参考ぐらいはなるかな、うんうんうん、無駄知識みたいなね。でもさ卵サンドばっかじゃ飽きるんだけどね本当は、うん、だから大勢集まるときとかね、もう本当になんか卵サンドいっぱい食べたいぞみたいな人が、卵サンドマニアのパーティーとかね、そう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 、みんなでね、ニワトリとひよこの格好してね、うん、あんまりいないよね。他の珍道屋さんそんなにニワトリいないよね。いないよね、あんまりね。ね、残りのパンも。これも2枚取って、ちょっとね、今日卵がね、1個割れてたから、お母さん割ったの？うん。だからね、ちょっとその分ちっちゃくなってるからね、大きめの卵だったら、だいたい10個、1パックでいいんだけど、どうかな、上手に給食当番できるかな、私。頑張って。今日はちょっと食パン切るのも1枚数が合わなかったしね。でも大体こんなもんかな。大体ね、大体ちょっと今日は食パンの数が1枚微妙だったんで微妙な量が残って、でも大体ね、1パック2斤分で、これどうする、このまま半分で折ってやる？バッチグーです。そしたらさ、ほらちょうどいい量じゃん。さすがでーす。こんなにさ、アバウトでやっててもさ、ほらちょうどいい。じゃあこれちょっと、これは僕の分です。で、じゃあこれをパーティーとかだと切ってお皿に盛り付けるんですが、はい、今日は箱詰め、うん、とあと三角パック詰めをしたいと思います。三角パックは前はコンビニでもサンドイッチ用の袋を売ってたんだけど、コンビニじゃない、100円ショップ、うん、コンビニは売ってないな。でも最近ちょっと見かけないんで、ちょっと売ってないのかもしれないし、あの専門のお店とかネットのショップとかだったら買えるんで、こういう三角パックの袋、ここの幅がいろんなパターンサイズがあって、でネットとかだとこのここがなんかいろいろあるんで、自分の使いたいサイズで買うことになると思うんですが、私これ何センチあるのかな、ちょっと広めのやつ持ってきました。はい、三角パックです。じゃあ切りたいと思います。どうやって切ろうかな。この幅がちょっと広めのやつは、うん、3組入ると思うんで、うん、1,2,3 組重ねてあります。はい、そして三角に切る時の包丁これはちょっと慣れないと難しいかもしれないんですが、もうこの一気に切っちゃいます。早技なんで、はい、いいですか。で切る時のコツは
潰さないようにこっちの左手はそーっと添えてるだけなんですが、やっぱりこれもゆっくりキコキコキコって切って、で包丁の一番先っちょがまな板にずっと触れた状態でそのまま滑らしていくといいんですが、ちょっと私これてんてんてんってやりたくないな。そのまま下はずっとこの刃の先はつけたまんまなんですけど、よくこうやっててん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 って切る人もいるんだけど、それやるともう一番下がミシン目のようになってつながっちゃうから、必ず下はつけた状態でこういう感じで切っていきます、うん、はい、で包丁はその都度きれいにしておく方がいい。そして、うん、じゃじゃーん、ほらきれいに切れてます。見せようか。でこれを三角パックに入れるんで、まず開いてちょっと袋手で開けて、うん、この角度で取ります。で切った面が上になるようにして。でこの下をこうちょっと滑らせる感じで、で袋入れます。で今度はこっちの自分の手前の方をこっち持って、うん、でこの切った面を上にして、さっきと同じように下の耳のところを下でちょっと滑らせていく感じで、こうやって入れていくと綺麗に入ります。でもやっぱりちょっと無駄な知識ですね。あんまりお家でこんなことすることないと思うんで、お店お店仕様なんで、ちょっと無駄知識ですが、無駄知識に快楽を覚える昔あったよね。へーへーってやつ、トリビア。ああ、私ね、へーボタンとか持ってた？持ってない。持ってないか。持ってない。いや、友達のお店にあったからさ、ちょっと懐かしいな。へえ。はい。で、じゃあこっちは、四角のこれは横長に置きます。うんうん、で、これちょっと大きめのパックなんですけど、これに入れていきたいと思います。はい、でこの場合は3等分。うん、でこれも私こうくっつけてつなげて切っちゃうんですけど。同じように最初はこうキコキコってして、下刃先がついたら刃先はそのまままな板につけたまんまの状態でゆっくり滑らせる感じで、でこれ刃は一回きれいに拭きます。じゃないと次切るときにこのいっぱいついたのがパンの上についちゃうんで、一回切って、切ってじゃないや拭いて、でまた先端がまな板についたらそのままつけたままゆっくり、だからやっぱ包丁はよく切れるように研いでやるのがポイントです、はい、そしてなんかついちゃったねついちゃったね。でこれはもう切り口を上に順番にこうやってちょっと数が今日はこんな感じで出ます。結構余ったね、まず中途半端だね、うん、ではもうラップに包んでお皿に入れるなりラップに包むなり、うん、食べちゃべいです。はい、テープです。テープありがとうございます。ちょっとテープ止めます。でこの袋の閉じ方ですが、まず手前の面を折ります、はい、で右側を倒します。で左側を倒します。俗に言うキャラメル包み、うんうん、あんな感じで、でここを最後折り曲げてテープで留める。はい、出来上がり。でもまず手前を折ります、右側倒します、左側倒します、一番向こうをこっちに折ります、でテープで留めます。
そんだけのことで役に立ちませんでもね、サンドイッチ屋さんやりたいなとか、ね、そういうバイトでやるなとかってそういう人には役にちょっとぐらいは立てるといいかなって思います。なるほどね、無駄知識いかがですか。私の無駄知識です。ここにね、あのパセリとかね、ちょっと真ん中にのっけたりすると彩りよくなります。これはどうしますか。食べちゃいますか。じゃあみんなで食べようか、はい、これはね、みんなのお土産に持って帰ろうか。はい、こんな感じで三角サンド出来上がりました。イエーイ、イエーイ。今日はちょっとハプニングいっぱいだったからグダグダだったけど、ね、この子の協力もあり、なんとかできたかな。ポッポポポポポポポ。あやちゃん、今日はどうでしたか。はい、美味しかったです味見がねまた見てね。次何作るの。リクエストお待ちしてます、はい、待ってます。ファンレターも待ってます暮らす平和で豊かに暮らそうじゃないか。それがコロナの、それがコロナの教訓さ。よいよいマスク